ムクロだらけだ。己も志村もくだらなかったからな。和平にも応じず、己は戦を選んだ。ではその報いは本土の民に受けてもらう。この対馬からは出さんぞ。対馬の民の無念思い知れ。敵討ちとはわらべのような浅はかさだ。死す定めにあらず。敗れたであろう。こたびは勝てるとでも。勝ってみせよう。
を落とせ。ハーンは死んだが、その残党は隠れておる。奴らを追いやらねば、まことの平和は戻らん。猛虎が去ったら、どうなるんだ？また生きていくだけだ。もう先のことも想像できないし、自分が誰かもわからなくなった。お主はまことの勇士で、まことの友だ。野党だけどね。それは過去だ。明日の己はお主が決めろ。
そろそろ立つぞ。叔父上が探しに来る。いや、来ないよ。戦の後に使いが来たんだ。和睦の申し出か。あんたに会いたいとさ。赤い葉が落ちる浸透した湖のそばで。大巫女、よく稽古をつけてもらった地だ。ついてこうか。唯一の家族だ。一人で会わねば。そうだね。高を思うとまだ胸が痛む。髪についた煙の匂い、小さく笑う顔、酔いつぶれた姿さえ懐かしい。あいつは私の全てだった。だけども一人きりだ。そうではない、俺がおる。クロードは島のみんなのもんだろ。よし、そら。叔父上はまだか。船着き場で待とう。叔父上、来ないかと疑った。お話があります。力を合わせれば蒙古の残党を打ち払い、島を取り戻せましょう。お前の務めではない。酒井家は武士の身分を失った。この日をもってお前は武士ではない。民のためこの身を尽くしました。悔いはありません。新たな武家が本土から使わされる。領地や屋敷も失われよう。故郷に別れを告げても、ついてまいれ。
変わらず地頭を務めるのですか。さよう。本土の武士を鍛える任を授かったからな。よかった。蒙古は日の本全土を奪うまで諦めません。奴らとの戦にこの生涯を費やすつもりだ。この務めはお前と果たしたかった。父と子として。それより御妻をめとって家族を作られたわ。今さら何を思う。ぬかるみにはまったよ。そこもと手を貸そう。そんな滅相もございません。遠慮いたすな。一人では動かせんぞ。ありがとうございます。見た目より泥が深くて。大きい荷だな。行き先は城郭へ。クロード様の勢がいるので。勢がおるのか。ご存じない。近々大風を味方に海を渡り原国を焼き尽くすそうです。それは大層な話だ。この荷は全て食べ物です。せめてと思って。まずは泥から出さねばな。このご恩は忘れません。城郭までの道のりは長い。ぬかるみに気をつけよ。猛虎にもな。そうします。あやつの話を信じてはなりません。今はよせ。ついてくる。善意などおりません。日ごとにお前の大義に民が集まっておる。将軍様は案じておいでだ。このわしもな。それは無用の思案かと。新しい武家が来たら民は神戸を垂れるのだろうか。クロードの名のもと背を向けるのだ。さようなことはさせません。言って聞かせます。お前が手本を見せたのだ。わしに背いたことで民は主を裏切ることを学んでしまった。お前もいつの日か背を刺されるとは思わんのか。さあ馬を降りろ。ここからは歩く。御意のままに。我が一族の墓所。坂井家の先祖七代がここに眠っておる。お前の母もな。父上も。手を合わせてやらんとな。寂しくなります。そうだな。お前は謀反人になった。私を切れと。クロードは罪人だ。武士に逆らうよう民をそそのかし。己を守るためです。毒でか。もうこの手に渡ったのだぞ。あのままでは民を犬死にさせていました。誉れを捨てたな。誉れが何だとおっしゃる。残念だ。志村の家を途絶えさせるわけにはいかん。新たな子を迎える。この首を見上げに。その首は我が戒めだ。
これで最後になるな。いい日和だ。受け取れ。最後の言葉をここに記すがよい。承知しました。我がシフト。分かるる縁と知ればこそ。今日を限りに消え果つれとは。父も母も見ておるぞ。はい、叔父上。鍛えてやる。酒井家でも古今無類の武者へとな。お前は我が子同然だ。どうする？やります。地に背くわけにはいかん。お前に傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方、死ぬわけにはいかない。お前に恨みはない。死ぬわけにはいかない。
最後を遂げたい。誉れをなくしても父だけは消えません。これから先罪人として追われることになるぞ。承知の上。連綿と続く一族の家紋、俺の代で絶やすわけにはいかん。賢治の秘蔵の酒、怪しいものだが、いずれ酒を酌み交わしたい。いつの間に作ったのだろうな。ユナには借りができた。返せぬほど大きな借りが。叔父上、お達者でしょうか。ユリが母上のために植えた花だ。幾とせも世話をしてくれていたのだな。
いつか吹き方を習う約束だ。これで互いの無事を確かめられる。あなたの息子になることをずっと夢に見ていた。ユナの小刀、刃は錆びている。壊れておらぬのが不思議だ。ここに酒井仁を弓取り石川定信の弟子と認める。これで晴れて弟子入りだ。巴にはもう無用だ。求めるものは見つかったのだろうか。最後まで忠義を尽くしてくれたな。甘い匂いがするな。太刀にも勝る武器だ。軍馬と弓と太刀があれば生きていけると思った。鍵縄ができるまで錯誤を繰り返したようだ。よく励んでくれたのであろう。ありがたい。一族の墓所で拾ったもの、枯れてもなお美しい。この家紋を見て育ってきたのだがな。雅子殿は一族も思い出も失った。あの方が生きている限り俺も生きねば。ジン、いい隠れ家だね。あんたに合ってる。受け入れねばな。今や酒井家は滅び、俺は罪人となった。志村様のこと聞いた。追手が来るかな。叔父上ではないが、誰かに追われることになろう。とにかく生きててよかったよ。ハーンを殺して蒙古軍には趙がいなくなった。これで本土は安心だ。だが兵は残っておる。島から出られぬ以上土地を奪おうとさらに気負っているはずだ。戦は終わってないんだね。忘れないで。あんたが対馬を守れ。忘れるわけがない。そうだね。これからは二手に分かれようか。蒙古を退けるのも手早く済むだろうからな。また会おう。それまで達者で。ああ、達者でな。